商品レビュー専門、大きいの提供です。USB の充電器。もう今、携帯電話の充電が USB なんですよね。今、デジタルカメラとかオーディオ、タブレット、電子書籍リーダー、いろいろなものの充電が USB になってるんですよね。もちろん、それぞれの機械に USB の充電器ついてます。でも、それ使うと USB の充電器ばっかりになって、ちょっとごちゃごちゃする。じゃあ、 いっぱいポートが付いてるものを買えばいい。それもちょっと大きすぎる。もうちょっとちょうどいいもの。しかもスタイルのいいもの。欲しいな。この時に、ね、嬉しいのが、大きいの3ポートチャージャー。デザインシンプルですよね。一つクイックチャージに対応してますね。アンドロイド系のスマホですと、より早く充電できますね。もちろん通常の USB ポートも、それぞれ2 4アンペアの高出力に対応してます。早く充電できますね。あとこれ、モバイル用途、外での利用に嬉しいですね。電源、折りたたみ式ですね。 持ち運びするとき、折りたためるんですよ。あ、でも、コンセントがここだと、コンセントの近くで使わないといけないのかな。確かに。でも、あの、延長ケーブルってあるじゃないですか。テーブルタップじゃなくて、あの、一本だけ延長するの。それを買ってこれば、手元で使えますよ。テーブルタップを手元に置いとけば、刺すだけで使える。いいじゃないですか。パイロットランプ、さりげなく横についてますね。これ横についてるの評価できますね。 正面だと眩しくない。そして横を見れば通電されてるか確認できる。便利ですね。ケーブルも一本付属してまして、クイックチャージ対応ですね。今、他社製のクイックチャージのモバイルバッテリー、これに接続します。クイックチャージになりましたね。クイックチャージだとここ緑色になります。ちなみに通常のポートにつなげると、緑色にならないんですね。これはこのモバイルバッテリーの仕様ですけどね。確かにクイックチャージで出てること確認できました。それ多くのユーザー、大体いい3つあれば足りるのかな。携帯電話、 モバイルバッテリー。それと何か一つ。タブレットとかデジカメ。音楽プレイヤー。足りますね。そして出かけるとき。これを外して、そしてブレードを折りたたむ。こうすれば簡単に持ち運びますね。壊れないです。それこれ、綺麗なホワイトですけど、ブラックもありますね。それ充電器。普段は二つ使ってて、時々三つ使うかな。そしたらおすすめですね。大きなスリーポート USB チャージングステーション。多くの人が便利だと思うのかな。そう考えますね。商品レビュー専門でした。